朝廷室朝廷は、紛争当事者双方の間に、第三者が介入して、紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。世界においては、従前朝廷は低調であったものの、2020年、頃には、世界的に関心が高まっている。世界的には、民間の朝廷機関が発達した後、司法機関において、 朝廷制度が整備されるというのが多数派の発達順序である。世界の言語で朝廷に相当する語は多く、日本では概念的には圧旋や仲裁を当てた方が適切なものもあるため注意が必要である。近年は米国などにおいて自主交渉援助型朝廷という新たな朝廷の流れが出てきている。伝統的な朝廷が 調停委員などの調停者が当事者双方の言い分を聞きつつ法的基準に基づいて解決合意の成立を目指すのに対し、メディエーションは第三者が当事者間の自主的な話し合いを援助し、対話を促進することにより解決に向けた合意の成立を目指す。紛争の実情に法規範を当てはめた場合の結果と異なる合意が成立することもあり得るが、指摘自治の原則が妥当する。 範囲内で有効性が認められると解される。国際広報国際紛争の平和的解決手続きの一つ。国際司法国際紛争の解決に際しては、準拠法の決定が避けられないところ、調停手続きであれば、準拠法を超えた利害調整が可能である点が利点と指摘されている。日本における調停法制の行使となったのは、1922年の 借地借屋調停法であったと言われる。これは、1921年に旧借地法、旧借屋法が制定された際、借地借屋関係に関する紛争を裁判外で解決するための制度も必要であるとの意見が出され、発議されたものである。その理由は、借地法、借屋法が借り主に与えた強力な法律上の権利が法廷に持ち込まれれば、 貸し側との社会的対立を深めることが予想され、また、道徳や調和を重視するとされていた、日本人の旧来の法意識との齟齬をきたすことが、憂慮されたことにある。当時の日本社会に与える影響を、最小化するためには、紛争単に権利関係、契約関係としての切り口から解決するのではなく、人間同士のつながりや感情をも考慮した。 紛争解決が可能な制度が必要とされたのである。このように、日本の朝廷制度は、実体法上の権利関係が制度化されるのに合わせ、社会政策的な観点から整備されてきたと言える。その後も、紛争の実情に即した、公正、適正な解決が可能な制度を目指し、昭和49年の民事朝廷法改正、昭和49年の 民事調停委員及び家事調停委員規則の制定による調停委員の支出向上などの見直しが図られて、きたが、まあまあ調停、接半調停などが行われ、封建的、非民主的であるとの批判を拭うことができず、こうした特徴は調停制度の病理現象とまで言われる状況であった。そこで2001年の司法制度改革審議会意見書においては、 法的観点の指摘による紛争解決の視点を大幅に取り入れる方向に舵が切られた。これはすなわち人情や道徳を重視した従来の調停制度からの重大な方針転換を意味する。背景としては社会の複雑化や当事者の法的権利意識の高まりなどにより対立点の調整を図る際に人情ではなく合理的な説明が求められるようになり、 合理性の担保として法的観点の指摘が必要となったことが指摘されている。一部の規定では調停を経た後でなければ訴訟を提起することができない旨の定めがある。集団的労働紛争については労働関係調整法に一般的規定がある。同法に定める三つある労働争議調整手段の一つである。労働争議の調停の対象労働委員会は 次の各号のいずれかに該当する場合に調停を行う。労働委員会は関係当事者の一方から2、5によって調停の申請、決議、請求がなされたときは関係当事者の双方に死体なくその旨を通知しなければならない。この場合において事件が公益事業に関するものであるときは労働委員会はその旨を公表しなければならない。 関係当事者の双方から労働委員会に対して調停の申請がなされたとき関係当事者の双方または一方から労働協約の定めに基づいて労働委員会に対して調停の申請がなされたとき公益事業に関する事件につき関係当事者の一方から労働委員会に対して調停の申請がなされたとき公益事業に関する事件につき 労働委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき、公益事業に関する事件、またはその事件が規模が大きいためもしくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣、または都道府県知事から労働委員会に対して調停の請求がなされたとき、 労働争議の調停の組織労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員からなる調停委員会を設け、これによって行う。調停委員会の使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは同数でなければならない。調停委員会の委員長は、 調停委員会で公益を代表する調停委員の中からこれを選挙する。調停委員会は使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ会議を開くことはできない。労働葬儀の調停の手続き調停委員会は期日を定めて関係当事者の出頭を求めその意見を記さなければならない。調停をなす場合には 調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。調停委員会は、申請、決議、請求の日から15日以内に調停案を作成し、10日以内の期限を付して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を付して、これを公表することができる。調停案が、 関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈、または履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会に、その解釈、または履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。調停委員会は、この申請のあった日から15日以内に、 関係当事者に対して申請のあった事項について解釈、または履行に関する見解を示さなければならない。この解釈、または履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は当該調停案の解釈、または履行に関して葬儀行為をなすことができない。公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、 必要な優先的取り扱いがなされなければならない。労働葬儀の調停に関する、その他の事項労働関係調整法第3章の規定は、労働葬儀の当事者が、双方の合意、または労働協約の定めにより、別の調停方法によって、事件の解決を図ることを妨げるものではない。個別労働紛争については、雇用の分野における男女の均等な機会及び、 待遇の確保等に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の法令に都道府県労働局長が当該紛争の当事者の双方、または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認める時は 紛争調停委員会に調停を行わせるものとすること、事業主は調停を申請したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとする旨の規定がある。知財調停手続き2019年十月一日、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所知的財産部において、知的財産権に関する調停手続きの運用が、 開始された。大阪地裁において1999年から実務上行われてきた手続きを東京地裁と共通の指針にのっとり制度化したものであり、紛争できる限り円満に、または相手方との関係を維持しつつ、かつ秘密を保ちながら解決したいという、知財ビジネス当事者の要望から生まれた制度である。手続き的には、 民事調停法に基づく民事調停の一種である。知財調停手続きの特徴は概ね以下の通りである。知財調停の対象事件基本的には、知的財産権に関する訴訟と同様で、以下の権利等に関する紛争が対象である。特許権実用新案権移送権商標権、著作権回路配置利用権商法十二条、会社法八条、または二十一条に基づく、 請求権不正競争防止法に定める不正、競争種苗法による育成者権いわゆるパブリシティ権、相手方との関係維持を図りたい場合や、交渉の余地がある場合などに向いているとされるが、相手方との関係が破綻していたり、迅速に対応する必要がある場合などは、従来の仮処分や、訴訟手続きの方が適しているされる。その他の知財関係調停民間においては、 日本知的財産仲裁センターが知的財産をめぐる紛争について調停を行っている。ありがとうございます。